時は江戸、侍が確かに存在していた頃、変遷し喪失し、そしてまた決して変わらずある。今時勢に揺さぶられるこの町浜原、流れ着いた侍が一人。違うな。違いねえ。おう、待ちな。見かけねえ面だな。浪人風情が天原になんのような。ここは俺たち青戸組が仕切ってんだ。何しに来た。返答次第じゃ容赦はしねえぜ。なんだ？格好つけてやがるが、要は仕事の口を探して流れ着いた貧乏浪人ってとこだぜ。へっ、はなっからそう言いやがれ、まっこくさいやつめ。お前、腕に自信があるなら後でうちの組に顔出しな。なんか仕事にありつけるかもしれねえぜ。さっさと消えな、貧乏侍め。でも探しに来たんだろうぜ。てめえみてえな口先だけの頭でっかちでも使いっぱしりくらいの役には立つってか。いいだろう、まあ、いんな。仕事にありつきたいなら犯罪も親分にしっかり挨拶しておけよ。いいねこの感じ。あんた鳥肌が立ちまうようないい目をしているよ。あんたも血の匂いに誘われてここに来たんだろう。あたしにはわかるのさ。あんたあたしと同じ目をしているからね。ここは天原で一番地獄に近い場所。最も地獄に変わるのはこれからだけれど、私は影沼京次郎。あんたのおかげで退屈しないで済みそうだ。楽しみだね。俺が高沼の半左衛門だ。どうしたい。とっとと座りな。それともこの俺の首でも取りに来たか。俺は何にもせんよ。だが今日の夜にはバカな侍のムクロが天原の海に浮かぶことになるだろうな。もっともお前はそんなバカではなさそうだ。誰につけばいい目が見られるか少し考えればわかるだろうしな。さあ楽にしてくれ、話してやれ。へ
いいか、今俺たちは奉行所の奴らと戦になりかけてる。もともとは天原は俺たちが仕切っていた町だ。それがここ最近奉行所の奴らがやたらと動き出しやがってな、半端じゃねえ死人が出るありさまだ。奉行所といっても恐れることはない。要は最後にこの天原を誰が仕切るかってことだ。そうすればちょいと別の道からあいつらの首根っこを押さえつけることだってできる。それはこの俺に任せておけ。そのためには縄張りをきちんと守り広げなきゃいけねえ。いいか、仕事はたっぷりやる。報酬も弾んである。だからそれなりの働きをしてみてな。早速だが一つ使いを頼もうか。鹿野町に行って霞って娘を連れてきてくれ。こいつは先代の一人娘でな、青戸組の跡目の件で相談があるんだが、どういうわけか俺と会うのを固くなに拒んでやがる。うちの連中が行くと警戒するからな。お前ならちょうどいいだろう。もちろんこれは仕事だ。報酬は出すぜ。どうだ、引き受けてくれるか。ふっ、使い走りなんてケチな仕事はやらねえか。どんだけの使い手か知らねえがご大層なもんだ。まあいい、気が変わったら声をかけな。おい、うん、おう、ほらよ、おい、のやろう。よく来たね。うんうん。おお。やれよ。うんうん。おお。おお。おお。
この野郎だ、この野郎。うわっ、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 No, 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 no.